ありました。なんと時計分乗せた後はチャンス役なしでしたね。なしで654枚でした。
あダメか。あー待って待って待って、あー終わっちゃった。あー惜しかった、500まであとちょっとでしたね。いやーでも、あー暑くなった、よかったよかった、いけましたね。でも今の感じだと500いけた感じしましたけど、いやそれでも400は上出来だと思います。よしよし、あー嬉しい。
はい、紫ナナ引きました。今日2回目の紫ナナ、びっくり。ちょっと今冗談にね、テンパった時にドキッとしましたが、2回目の紫ナナです。かなり優秀です。ただ今日は50ゲームしか乗せられてません。乗せられてないというか1回も乗せてません。紫7揃わないので最後のラストチャンス150でよろしくどうぞ。本日は気候のタウン今津店様でハーデス1台全突破実戦でございました。はい、予想通りの稼働の高さでですね、大移動も非常に難しくっていうのを言い訳にですね、あの台で5頭引いてやろうと頑張ってたわけなんですけども、5頭揃いは残念ながら0回。しかしながらですね、紫7 2回と、ハーデスネオ揃い1回、そして全回転ハーデス1回ということで、かなり展開的には良かったんですが、投資がですね1350枚で、回収がちょっと伸び悩んじゃいましたね。1734枚ということでプラス384枚でした。はい、いやプラスなのは本当に良かったと思ってます。展開は良かったんですけどね、なかなか、GG 中の全回転だったり紫7であればまた出玉の方も大きく変わってきたとは思うんですけども、ちょっと上乗せとかも少なく、いっぱい引いた割にはこんな感じになっちゃいましたけども、非常にね楽しい実戦となりました。良かったです。ではですね、今年の抱負でも言いますか最後今年は必ず万枚を出します。は
はい、これを目標に頑張っていきたいと思います。ということでまたお会いいたしましょう。さようなら。